ははいこんばんばタブランチでございます今日はカクカクしてないからいいかな昨日のくっちゃべりがなんか後半10分過ぎから音声が入ってなかったっていうはいびっくりしましたけどすいませんでした、えー、今日はですね久しぶりに、えー、タブランチ完全オリジナルな新曲を、えー、ここのとこあの月玉の新曲いっぱい出してましたけどまあ あの素晴らしい歌詞を月ちゃんが送ってきてくれるもんでねえおんぶに抱っこで楽してましたけど <laughs> えー、今日はあ歌詞も書いてみましたそれで、えーまあ、今日はその曲の成り立ちというかえー、ど,どうなってたかみたいな話なんですけどえー、ちょっと前からですね構想はありまして <laughs> あのー、私のこのねまあ 私のというか、おとともさんたちとの、まあ、おとともさんの動画に対する私のコメントだったり、私の動画に対するコメントだったりとかになるんですけど、まあ、特に、特に NASA さんと FAB さんとが多いけど、ギブソンの半音下げチューニングは良くなるという話がちょこちょこ出てくるんですよ。よ、良くなるんですけど。それで、えー、最初ね、えー、曲のタイトルを、 半音下げのギブソンというタイトルにして曲を作ろうと思って。で、テーマ的には、あのー、何でしょうね。まあ、いつものテンションで、いつものチューニングで、かっちりときっちりとやるのもいいけど、まあ、それをこう、人に例えてね、まあ、それもいいけど、くたびれちゃうよと。ちょっとぐらい緩くてもいいんでないのと。 えー、ギブソンだって緩めのチューニングした方が良くなる,なるよみたいなそんな感じのコンセプトって曲できそうだと思ってでいろいろ構想を練ってたわけですが、えーまあ、それだけだと足らないんでね、えーまあ、半音下げということだから、まあ、チューニング的な話なので、えー、チューニングの、まあ、話を持ってきつつその展開に持ってけるかなと思って <laughs> 歌詞の構想を練ってたんですね。 それで、えー、チューニング、チューニングと思ってたときに、あのー、チューニングあるあるを思いつきまして、えー、あの弦巻きね、弦くるくる。私はずっと弦くるくると呼んでるんですけども、あれってほら、こう弦張り替えるときに、えー、その弦を、まあ、外してね弦、新しい弦出して、ピンで止めて、あのペグの穴に通してってやってるときってこう両手使ってるから、弦くるくるを、 置いとくじゃないで,すか一旦でこうやってこうやってやってオッケーと思った時に弦クルクルが必要な時にそのどこ置いたかってコミュニケーションなんですよ一瞬「あれどこだどこだ?」で探してる間にそのセッティングした弦がビローンってなっちゃったりとか「あもう」っつってチューニングの時に弦クルクルが見当たらないあるあるでしょ <laughs> 俺だけ <laughs> 俺はよくそうなるんですよ っていうネタを思いついて、あ、これ面白いなと思って、これ書こうと思った時に、そういえば、ゲンクルクルって正式名称って何なんだろうと思ってね。まあゲン巻キでいいんだろうけど、ゲン巻キってのもな、なんかあるだろうと思って、それでネットで調べたら、なんと、ゲン巻キの正式名称が、ストリングワインダーって言うんですよ。もうそのね、ストリングワインダーっていう単語を見た瞬間にもう、うわぁと思って、これタイトル。 絶対タイトルと思って。で、ストリングはいいんだって曲になったんです、タイトルがね。えー、それでそこからまあコンセプト変わって、まあその半音先のギブソンはまあ入れたいなと思ってたし、えー、ゆるいの運がもう大事よってのも入れたいなと思っていて、まあそれも入れつつ作ろうと思ったんだけど、テーマはあの完全にもチューニングの話に変わったんですよ、曲のね。だからね、今日の曲は、 1>, あ1番と2番での A メロとまあ B メロというんでしょうか、まあ、1番の中はもう完全にチューニングの話だけになるんですけどねちゃんとねあの考えたんですよ、えー、チューニングって前半後半があるでしょ <laughs> 654弦と321弦とね前半後半という認識なんですけどだから1番は、えー、1番のね A メロでねあのー 1>, 1フレット半の幅をたわませてっていう歌詞が出てくるんですけど、私、あの、弦張るときに、ギュンとこう、ね、ピンで止めた後に、まず目いっぱい伸ばしといて、伸ばしといて、そこを、なんだ、アホなやつだっけ。えっ、ー、と、あの、ネックとヘッドの、あの、境目ね。<laughs> 境目。そこから、えっ、ー、と、6、5、4弦は、これ逆になっちゃったんだよな。 1>, えー、1フレット分だけクッと戻してた,た,ゆたわませてそのたわみ分だけ巻くんですよちょっとちょうどいいんです私は、えー、だから1番が本当はね1フレット分の幅をた,たわませてにしなくちゃいけないのに今日の歌は1番がね1フレット半の幅をって歌っちゃったんですよねはいえー、しかもその後にね、えー、1番はねそのペグの回し方を 反時,計回りに反,反時計回りにペグを回しって歌っちゃったからちょっと、ね、合わないんですけどね本当は逆なんですけどそういう意味なんです、えー、この歌の中に出てくる1番の1フレット半の幅をたわませて2番に出てくる1フレット分の幅をたわませてつうのは実はその弦張るときにくるくるする分の幅だけそのフレットの幅で測ってるんです私よっつってねで本当は逆で えー、654弦太い方の弦は1フレット分だけたわませて321弦は1フレット半た、えー、わませて巻いてるんですねそういう意味なんですよ。で1番でね、えー、そ,のそうやったその弦を上と下とで挟み込むのはこう穴通した後に巻く時にそのこうなんだ穴通ってこうピンの方に抜いてる弦を、ま、巻く時に。 挟み込むんですよそうするとずれないからね。えー、いう意味でございます。で2番ではですね、えー、2番、まあ、後半なんでね、えー、3弦2弦1弦の細い方の弦なんですけどあれ巻く時って6五四弦は太くてしっかりしてるからちょっとこう巻いちゃえばあとはもうくるくる巻けばいいんだけど3弦2弦1弦特に2弦1弦は柔らかいからそのんだその。なんだその あそこ本当俺正式名知らねえなヘッドとネックの間のあのほら牛骨のとこねえー、あそこのところからピョンって浮いちゃうからこう親指でこうやってくッカッカッカッて押さえつつガッてこうやってやってねそれが親指で押さえ込むって歌詞なんですけどなおさらそれやってると両手塞がってるからオッケーと思った時にまたストリングワインダーが見当たらないんですよ「あれどこいたっけちってねそんな <laughs> そんんなな歌なんですでサビでね私あのくっちゃべれって何度も言ってますけどもとにかくチューニング大事チューニングとリズムが大事というふうに思ってやってますんでそれを歌えるとチューニングはしっかりここはしっかりとにかくしっかりテクニックとかそんなことよりもチューニング大事ですよずれてるともったいないっすよっていう こんな流れにして1番も2番もねで最後2番のサビの繰り返しのところで満を持して半音下げのギブソンの話をね持ってくるとこんな展開で作ってみましたもちろん今日の演奏は半音下げのギブソンを使っておりますはいなってますよガンガンとね それでえっ、ー、と曲自体はね、まあ特にどんな感じかっていうのもまあ探りながらやったんですけどね。う、え、ん、ー、まあそうね、雰囲気的に既存の曲で言えば、和恵さんの「Are You Ready?」のちょっとリフをまあ使ってるというか、リフと同じんだったかな <laughs> っていう部分と、 サビのね、コーラスのっかけはもう完全にユニコーンのキーポンロッケルンですね。キーポンロッケンロ、キーポンロッケンロールになっちゃった。やるつもりはなかったけど、やってたら。まあ、それはしょうがないということでね。はい。まあ、自分的にはちょっとかっちよくできたんじゃないかなと思います。あの、ボーカルも気合入ったし。 えー、でも曲的にもこ,これも完全にバンドというかゴテゴテのゴリゴリのロックンロールにね重厚なロックンロールになれそうな曲ですけどまあちょっとね、えー、いつやるとかってことは考えてませんが、まあ、とりあえずは、まあ、半音下げのギブソンでと歌ってるところなのでこのアコギバージョンでいいかなって思ってますけどもねはいまあそんなこんなで。 えー、どんくらいですかね、構想してから1週間ぐらいですかね、えー、最初は、半音下げのギブソンというタイトルで進む予定だったこの曲が、えー、ストリングワインダーという名前の曲になりました。はい、ということで、今日は、タムランチの完全オリジナル久しぶりの、ストリングワインダーという曲でございます。 まあちょっとね、アコギンでサウンドでガリガリにやってみましたんで、ぜひ聴いてみていただければ、チューニングについて、ああ、あるあるなんて思ってもらえれば嬉しいでございます。はい、ということで、新曲のについてのくっつけでございました。それでは、今日はこの辺で、おやすみなさい。